様の定義とか常識とかよくわからないので忘れることにしました。好きなことを好きなようにするのです。というわけで、直に触れ合うのは生命体として自然なことですよね。例えば唇と唇とか。ねえマスター、核融合しちゃいます？改めてお礼を言ってもいいですか、マスター。あなたは私を信じ手を握ってくれました。違う星から来た何もかも違う生命である私を。もしあなたがカルデアの研究員でなかったら、違う遭遇をしていたら、私たちと言葉を交わすこともなかったでしょう。だから、この偶然とあなたという奇跡がとても嬉しい。私は自由でありたいと思いますが、それはあなたの心が自由だから。どうかいつまでも私を自由でいさせてくださいますよ。あなたにふさわしい違う星から来たパートナーでいるために。